では木ノ葉さんなんかはどうなんですか？どういう意味ですか？あ、いや、告白断るときどうしてるのかなって。木ノ葉さんすごく可愛いからいっぱいされるんじゃないですか？まあ私の場合は今はそういうことに全く興味ないからみたいな断り方しますかね。そういうことってエロゲーマーの先輩、エロゲーマーのこの僕から言わせれば、全てのメスは常に男に抱かれたがってるんですかね。私は生徒会長という肩書きがあるから今はそれどころじゃない的な理由も通るけどさ、お姉ちゃんは？あれは一応ゲーム作ってたりはするのですが。そういや、姉妹揃ってフリーゲーム制作に携わってるんですね。どうもノミです。初期この葉かっこいい。二人とも座ってくれる？恥ずかしいから。では木ノ葉さんなんかはどうなんですか？どういう意味ですか？あ、いや、告白断るときどうしてるのかなって。木ノ葉さんすごく可愛いからいっぱいされるんじゃないですか？まあ私の場合は今はそういう